これから2段はしごを作ります。両手親指小指に紐をかけ、両手中指で紐を取ります。両手親指の紐を外します。両手親指で向こう側の紐を取ります。両手親指を中指にかかっている紐の中に通します。両手親指にかかっている紐を外します。両手中指を三角の穴に通しながら、両手小指の紐を外し、手のひらを向こう側に向けると、二段はしごの出来上がりです。